はい、どうも皆さん、こんにちは、リュウリュウです。コルチャです。モッチュです。ということで、シーズン8。シーズン8、やってきます。やったねー。はい、ちゅうことで、今回はシーズン8についてなんやけれども、X の公式で発表されたシーズン8の映像について、いろいろ見ていこうかなと思っております。はい。じゃあ、早速ね、見ていきましょうか。新キャラからまず出てきますんで、行きましょう。さあ、シーズン8。おこのねじり方ね。ぐるぐる。はい。新キャラ、ハドをねじれでございます。かわいいね。攻撃ね、これ。通常なのか、これ。なんか、エンジみたいな。あれ飛んで、あれラピッドなのかな、これ、この感じは。じゃないの？エンジに似てない？ちょっと。確かに。確かに。エンジ、でもすげえ高い。飛ぶね。いや、これやばいやん。かわいい。ミスコン衣装。お、すげえ。あ、来た。サンタコス、サンタコス。ダビに。クリスマスか。あ、トバちゃんこれかわいい。かわいい、欲しい。すごい。めっちゃいいじゃん。UA ジャージのつゆ。ほんとだ。来た、サンタね。サンタさん、やば。デク緑なんや。やっぱさすがね。お、はい、霧島。シンコス技。シンコス。レッドライブ。これね。なんか。やばっ、面白い。イーダの逆バージョンでだいぶ長いな。これガードしながら行ってみたいな。あ、なんかでも今のより強いんじゃない？なんかチョコボール投げるみたいななんかあったけど。で、これ結構強い。今のよりは全然なんか範囲が広そうよね、全体の。確かに。で、最終は。最終またなんか来るか？ないです。あ、ないんだ。はい、この感じでこれが出ますよっていう、もう全部発表が今回合ってるみたいで。あ、一通りね。12月上旬に関してはもうデクだけやったけど。え？デクのサンタコスだけで出るんガシャ。それ俺ぐらいしか引くやつおらんやろ。俺らぐらい。いやいや、でもあるかもよ、もしかしたら。なんか他にも。ちょっとでかいな。ちょっとこれさ、ねじれの技もう一回見よっか。ワンモア。うん。これなんか通常っぽいよね。ああ。そうですね。これはだけスペシャルアクションじゃないかなと思う。これアルファで。うん、アルファっぽい。これベータじゃない。ブイでガンマで飛ぶんじゃない？これ。これ。これ飛べすぎじゃないけど。ピョーンっていくな。こんな飛べるの？うん。滑空できるんですもんね、これだって。なんかそういうキャラおったっけ？なんかで、だけどまあ、エンジンのスペシャルアクションでっていう感じでもあるし。うん。なんか爆豪とエンジンのハーフみたいな。確かに。ハーフのハーフ。ただなんかその、空中での移動がなんかすごい変な挙動はなさそうよね。なんかゆっくりやったやん。確かに。エンジのあれ使った時みたいな感じだったから、意外ときついかもしれんね、今の環境。ホークスだったりとか。まあ、弱くなるんじゃないですか、ホークスは。ホークスはそろそろね、来てもいいでしょ。でもそうやと思うよ。痛い目見てくれないとね。確かに。もう離れてってるからね、現に。じゃあ、レッドライオット見ていきましょうよ。さあ、霧島の新個性技っすね。うん、最初はでんぐり返しの連チャンみたいな、あれ何？さすがにアルファやと思うけど。アルファじゃない。結構おもろいぞこれ。なんかカービィにこういうのあったよね。なんかこういろんなゲームであるよ。これベータなのかな、このガードしながら。結構範囲広いよね、剣道みたいな。このガンマのチョコボール相当難しいと勝手にガンマって決めとくけど。チョコボー、うん。いや、ちょっとアルファみたいなやつおもろすぎやろ。でもな、やっぱ欲しいな。確かに今までの霧島より全然移動があるというかさ、間違いなく今までの霧島結構そう考えたらきつくない？普通に。きつい。技がすごい強いかっつったら、そうでもないよね、そう考えたら。うん、これさ、はいはいはい、このチョコボールが一番弱そうなんやけど、これ。いやいや。でも、ね、相当強いかもよ。遠距離やった方がいいから。遠距離でも、だってコンプのあの投げるやつ一発みたいなもんやね、これ。確かに難しいね、こう当てるの。めっちゃむずくない？これ。まあでも、特殊アクションがやっぱどうしても近接寄りじゃないですか、能力的に。まあまあそうね。確かに。だから、戦うのは近距離前提の、うん、まあ、頭お気持ち、お気持ち遠距離。お気持ちのチョコボール。気持ちチョコボール。で、スキンも結構可愛いのあったね。見ていきましょう。冬服も可愛いけど。これよ、ミスコン衣装俺 100% ゲットするわ。ゲットできる。色は何色なのかチェックすべき。ダビ。これサイバーパンクのトカちゃんマジ可愛いね。可愛いね。あれめっちゃ欲しい。ありっすね。あとは、まあ、サンタコスも安定で欲しいかもしれない。相沢サンタ結構おもろいぞ。あいつ毎回おもろいやろ。書いとったっすね、なんか。なんて書いとなんか、え、カイトじゃないこれ、ゴーグル。
ゴーグルやろ、アイザーの。ああ、ね、そこにイレーザーヘッドのあの、これゴーグルやろ。え、ゴーグルのイラスト描いてるわけじゃないよね、これ。いやいや、ゴーグルやろ。ゴーグルでしょ。うん。え、さあ、オールマイトとかこのヒーローコスチュームの上からしっかり着てるのおもろすぎるやろ。なんか雑なコスプレみたいな。確かに確かに。フォックスのサンタさんあったらモテるやのにかね。なんかフォックスは今回サイバーコスチュームで入れとって、なんか。まあ、確かに。まあ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 ね。あれ、であの霧島に関しては何も変わってないよ、これ、うん、ザル心、ザル心やけど、いつもなんかラタイやけどあんま変わらないな。で最後かっちゃんとデクね、お茶子のサンタコスとかを出さないかんよ。確かに、確かに運営さん、そこはもうかっちゃんとかデクとかよりそう、もうデクとか八百桃とお茶子よ。まあ、デク主人公やけどさ、いいよもう。はい、ということで、まあ、今回こういうシーズン8でいろいろと変わりそうな、うん、ただまあねじれちゃんは意外と強そうやね。ただ楽しそう、使いよって。確かに、うん、スピード感はそんなないかもしれないけど、ね、あーでも確かにスピード感ちょっとゆっくりな。はい、ということでシーズン8もよろしくお願いします。あ、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。できるかな、止まっちゃうの。私回復そうがない。ダビのトラップあるんで気をつけます。お前が欲しい、お前が欲しい。やべ、どこ、お、ゴルサちゃん、びっくりした。やべ、いや、アンチ行ってくれ。でかすぎ、マジか、間に合わねえか、マジか、惜しい、めっちゃ。やべ、あー、これ惜しい。あー、やべ、もうダビこれダメでしょ、この炎。バカみたいに、俺間に合わなくね。もうない、この回避の前、無敵時間。あ、うまい、バカ、誰だ、飛んだ。え、ナイス、奇跡、なんか奇跡起きた。え、いいとこ、ここしかなくね、もう、もう、え、もうやない、これ、もうここやろ、ここ危ねえ。あ、おもろい、俺ー、俺ま、俺がいっちゃんきつい。ダメダメ、ダメしてる、ダメしてる。うわ、吸われるか。貫通した、やさくさてやたの、忘れんかった。でも中無理、中無理。いやー、ここ中か、出れんかった俺。こっちは爆発させろ、それでいけるんちゃう、ワンちゃん。なんか蘇生入れてる、蘇生入れてる、中2回か。ごめんなさい、氷作らせろ、俺中に。待って、もう今氷2個作った、抜いた。やべ、レッチャーズいた、いた、マジか、で前に進め。出れなかったちょっと出れなすぎたな、絶望すぎたな。魔法がやばかったくそ、もれや、出ようと思ったらレッチャーズのあのなんか一瞬みたいな。おもちゃワンチャンあるよ、全然。あ、でももう進んでなかったっけ、ワンチャンないわそういうことやね進んどったらガチワンチャンあったかもしれん。え、なんか顔だけ出ちゃう、なんかあいつ顔